急遽ですね、今日は土曜日の午後なんですけど、今日土曜日の午後からあと明日の日曜日とかけて、山形の南陽市の高畑町というところに行ってみたいなと思って急遽思いついて、これから出かけることにします。ワイン飲みよう。道の駅山形蔵王に到着しました。5時前にはなんとか到着しましたけれども、ただいまの気温はもう30度多分超えてますね。風があってなんとか過ごせるって感じですけど、まず建物がいっぱいあります。一番最初に目についたのが食の駅というやつ。今ちび地蔵さんは夕ご飯になる食材があるかどうか見に来て行ってくれてます。そしてその隣に民間でやってるさくらんぼ直売所っていうのがありました。ふーちゃんバテてる。もういちご買ってきたの。さくらんぼはてんてけん、あっちでね、一箱ね、8000円とか。そう、とんでもない値段ついてた。傷物で売り物にならないってやつ。十分でしょ。庄内メロンと、あと桃も売ってた。桃もまだ早いからかな、結構。はい、こちらが道の駅山形蔵王本体ですね。さっきはあっちの食の駅というところでちょっと買い物して、建物が1つ2つ3つで、一番右端の4つ目、このでかいのが道の駅本体だと思います。入ってみます。昨年の冬にオープンしたってニュースでね聞いたんですけども、営業時間は9時から5時半までです。あと30分で終わりです。正面の大きい方で物産展をやってます。そして山形プリンというお店があります。フードコートエリアは、5時過ぎたばっかりなんですけど、営業は全部終了しましたになってます。5時で終わりなんですね。はい、やっと日が暮れてきてなんとなく涼しくなってきました。30度下回ってきました。車中泊のスペースは道の駅の正面から見たら裏側というんですかにあります。電源のついた有料ゾーン、今キャンピングカーの人が泊まっているところですね。有料ゾーン、これは事前にネットか電話で予約してお金を払って泊めるところです。他は電話直接道の駅のインフォメーションに行って届けをするか、ネットでも簡単に届け出せます。車中泊する車の種類とナンバーと、申請する必要があります。そうすれば無料でここに停めることができます。はい、今夜はここ山形蔵王、道の駅山形蔵王の車中泊スペースに停めて車中泊します。道の駅の中の、フードコートとかもう5時になると閉まっちゃったので、近くにお弁当屋さん見つけたので、そこで今お弁当を仕入れてきました。口コミでは美味しい弁当だということで、今日はこれでお弁当、お夕ご飯をしたいと思います。中身見せます。はい。
ちび地蔵さんは大好きな酢豚弁当です。朝地蔵さんは幕の内弁当です。弁当屋おすすめの幕の内弁当だそう。今日も一日お疲れ様でした。暑かったね。暑かったね。暑くて途中で帰りたくなりました。ではやっと涼しくなってきました。うまい、はい、うまい。きました。重ね地蔵さんも飲んで一口だけいただき、あ、飲めない。あ、ダメです。この後も日帰り温泉行く予定あるので。あ、残念。いいです、大丈夫です。かわいそう。はい、おはようございます。山形県の道の駅山形蔵王です。こっちは正面側の駐車場ですね。で、道の駅のトイレはもちろん24時間使えるようになってます。24時間トイレですね。こっち側、裏側、あの高速バスの発着所になっているので、その関係で、あのここにバスの乗客の人が車を置いていっているんですね。あの仙台方面と東京方面行くバスが出ているので。ただいま。お帰りなさい。あのね、すごいんだよ、はい、トイレにパウダールームがついてるの。ちゃんと椅子があって、女子トイレに、女子トイレに別個室みたいになって、ちゃんとパウダールームってお化粧するとこがあるところ。そう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 、ね、椅子がついてさ、ちゃんと見やすいようにミラーが近い位置にあって、すごいね。至れり尽くせり。まあ、男子トイレもあの床なんか白い大理石みたいな床で、出来たての道の駅だからもう設備が立派すぎて、ね、汚すのもったいないから。本当みんな綺麗に使ってるから気持ちがいいね。うん、はい、南陽市の高畑ワイナリーというところに到着しました。山形蔵王道の駅を出発してから国道13号線を南下して1時間弱で到着しました。はい、高畑ワイナリーです。開店と同時です。9時です。ソフト、帰りにソフト買ってください。どうぞ。せっかく来たんだから。グラスいっぱい1000円なの？すごい高級じゃないの。嬉しそうにソフトクリームを買ってくるおばさんがいます。来た、はい、急いで食べてください、うん、生に。これは貴婦人です。貴婦人、あの貴婦人っていうワインの 1% 未満ですけど、アルコールが入ってます。
トゲできた。ワイナリーからスクルバで5分ぐらいのところの道の駅高畑へ来てみました。こんなに種類あんだよ。懐かしいね。取って全部、うん、種類何種類あんの、うん、今ここで三重の塔があって、岩作りの胸飾りが乗ってんの、俺初めて見たんだけど。さっきの三重の塔の神社からすぐ車ですぐ2分ぐらいのところに 石切り場の跡ですね。これ大谷石だと思います。すごい迫力です。石を切り出した跡ですね。この迫力ですよ。そう、近づかないみたいな。七福神もあります。山形まほろばの七福神の由来。なんか千葉にもこんな岩切り出した後、なんかコンサートホールにしたりとかって話。8人いたんだけど、うん、亡くなったの。一人？力が失われて。へえ。ああ。洞窟です。洞窟。あ。なんかこう。切り出した跡が。大谷石だ、やっぱり。涼しいね。怖いな。あ、涼しい。あまり日々がない。ここで地震が来たら怖いよ。おお、これはまたすごい。なんか雨がいるみたい。おお、高っ。30メートルぐらいかな。広い。ここに座ってみなさいってこと。なかなかいいじゃないですか。ここで写真。アマガエル。あ。アマガエルで。すごい。高い。あんまり高くて入らない。おお。空すごい。あ、あ、響かないね。私のお墓の前で泣かないでください。はい、岩見てきました。すごい迫力でした。ただいまの時間は11時38分なんです。まだお昼前なんですけど、もう30度気温ぐんぐん上がって、とってもじゃねえが外歩け状態じゃないくらい暑くなってきました。もうこれ以上ね、外歩くと熱中症になったりとか具合悪くなったりするので、今日はもうこれで山形編は終わりにして、このまま113号線、ここまっすぐ行くと白石に出れるので、途中でお蕎麦でも食べていきながら、七ヶ宿通って宮城県の白石に帰りたいと、抜けていきたいと思います。芭蕉庵に到着しましたが、
8人ぐらいしか並んでたの。順番待ちです。なぜか芭蕉庵の後ろは沢になっててドッグランがありました。ありがたいですけど、ドッグランはちょっと草が荒れてたの。あー風気持ちいいね。あら結構の階段ですね。くーちゃんは歩けません。絶対無理ですね。くーちゃん階段、滝まではほど遠いですよ。これ大丈夫ですか？帰ってこれますか？ああ、下に降りました。尻尾が低いです。あ、水だからこう抱っこだな。じゃ抱っこ。すげえ、沢遊びしてる。気持ちよさそう。わすごいよ。くーちゃんなんてか、くーちゃん、川に入って遊びたいで、気持ちよそうだ。なんてこんなとこあったの、知らなかったの。すごいね。食べてるって最高だな、座って。こんな贅沢なことないな。